早い人だともう30代40代からあるらしいんです。そんな早くから。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日はですね、夫が ED になる原因を聞いてみたということで、今日その専門家の方に、専門家というか ED の専門家の、病院に勤務されている方という方にちょっと、お話聞かせてくださいということで無理やり頼みました。ということで、今日はですね、 ED になる原因というのも、ね、徹底的に聞いてみたいなと思うんですけども、でなぜこういうことを聞くかというと、やっぱりその40代から、ね、不倫がとっても増えるんですよ。で、そのとっても増える中で、やっぱりなんで不倫が増えるかというと、やっぱレスが多いんですね。で、私もね、いろいろ調べてみたら、ミモレというサイトの情報があってですね、ミモレというサイトですね、そこの情報では、なんか日本、現代の日本では5割以上がレスなんだと。40代以上がね、特に。で、1年間以上性行為をしてないのが男性が 41.1%、 女性が 49.5%、 めちゃめちゃ多いですよね。で、1年以上性行為をしていない、性行為ですね、性行為をしていない期間、だから1年以上を性行為していない期間ですね、期間は男性が 8.7 年、女性が 9.6 年、ということはほぼほぼ、もう10年近くそういうことをやってないというのが、もうこれ、ね、年を追うにつれて、でしかも60代以上になると、それがもっと増えてくるらしいんですね。うん、で、そもそもね、なんで夫婦のレスが40代から増えるのかっていうことなんですよね。それもちろん、その、ストレスとか疲れとか、あと子育てとか、ね、疲れも奥さん側が拒否とかするし、旦那さんからもちょっと前疲れてるんだよとかいうこともあると思うんですよ。あると思うんだけども、その陰には、旦那さんが断る陰には、ED 問題、ね、あると思いまして、でそこで今回はですね、私の意見だけではなく、助産師資格もあり、現在は泌尿器科の看護師でもある恵子さんに、ED の原因と、どんな方が実際に ED の薬とかバイアグラを購入しに来るのかということを、聞いていきたいと思います。ということで、ちょっと前置き長くなりましたけども、恵子さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、川村さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。私は、独身の頃は助産師として数年間産婦人科の方に勤務していました。で、現在は、泌尿器科のクリニックで看護師として勤務をしています。はい、はい、ありがとうございます。助産師経験もあり、助産師さんってすごいですよね。その助産師さんってあれですよね、子供を産むときに、はい、頑張って、お母さん、ここ生き物だよとかいうやつですよね。うん、はい。ですよね。ということは、自作出産もそういうこともできるんですよね、助産師さんってね。自作出産望む方っていうこともいらっしゃる。そうですね、私はしたことないですけど、そういうね、そのお風呂で産んだりとか、そういうありますもんね。はい。で、今は泌尿器科にいらっしゃるということですね。じゃあ、ちょっと早速質問をしていきたいと思うんですけども、そもそもですね、私もね、とても好奇心旺盛な人間なので、ちょっとその性を楽しむということに関しては、いろんなことを、楽しんできたと思うんですよ。ちょっとそういうこと言うとね、なんか男性、これ動画を見てくださってる方って男性もいらっしゃるんで、川村さんって何したのかな、川村さんとそういうことやってみたいなとかコメントに入るんですけどもごめんなさいね、違うんですが、質問なんですけども、バイアグラとか ED とか薬を購入する人っていうのは、どういう年代かな、どんな人でどういう年代が多かった、もしくは職業が分かれば職業もお聞きしたいなと思うんですけども、そういったことっていうのはお話できますか。当たり障りのないところで、はい、年代は、50代から70代、70代いらっしゃいますもんね。で、うちのクリニックで多いのは、60代70代が多いかなという印象ですね。60代70代で、はい、60、70代は少ないですけど、いらっしゃいますね。それはバイアグラですか、ED の薬ですか。そうですね、バイアグラの薬とか、はい、ありますよ。
やっぱりあれですかね、男性ってずっとこのやっぱり男でいたい、その性行為をすることが男でいる証明でもあるとは思うんですね、多分ね、下半身が元気だというのが、でそれを買いに来るっていうことなんですね。そうですね、あの自費になりますけど、まあ、あの医師の処方がないと買えないお薬なので、そっかそっか。それって普通のね、そのあなんか今日朝なんかテント張ってなかったなみたいな方が、あのなんかそうだんだん自信落とされていく方が来て、あのいやちょっとあの元気にしたいんですけどって言って薬くださいっていうふうに言うんですか？そんな感じ、まあ直接そんな風におっしゃる方もいらっしゃいますし、ED で悩んでますっていう風に最初に来られて、何かこう病気なんですかっていう風におっしゃる方もいらっしゃいますよね。職業的にはどういう職業の方が多いとかいうのは、例えば会社員とか経営者さんとかご自営さんとかのはあるんですか？まあ、社会的にそのもう年代的にもそうなんですけど、管理する側の方、多いですよね。まあ経営されてる方とか、管理職の方かなっていう、ちょっと私もほら、ね、個人情報なので私も詳しくは知りませんけれども、かなっていうような方が、見た感じの服装であったりとかですね。あの結構明るい、皆さん明るい方が多く、そういうその ED のお薬くださいって言われる方は明るい方が多くて、そうなんだ。それを処方してくださいって言われる方は明るくて、なんか肌ツヤいいですね。やっぱり元気な印象を私は受けますけれども。そっか、それは ED の薬とバイアグラ限らず、そういうこうやっぱ元気な肌ツヤピカピカの人が多いってことですね。まあだからそうですね、なんかどっちが先、まあそういうので飲んで、そういうね、あの夫婦生活が充実してらっしゃるから明るいのか、まあそれは分かりませんけれども、あの印象としては明るくてジョークが上手で、まあ私たちスタッフにこう明るく声をかけてくださる方が多いような気がします。そういう人は絶対モテるんですよ。女の人に明るくて声がけが上手でコミュニケーション上手な人って、で地位があると絶対女っているじゃないですか。絶対いると思う。マジで絶対モテると思う。私がそういう人と会っても、あなんかこの人気持ちいいなっていう人は、まあ私はしないですけどね、あの言うと思いますけどね。じゃあそもそもその ED の原因っていうのはどういうことがあるんですかね。まあ、男性の更年期っていうのもね、最近ではあるみたいなんですけども、そもそも ED の原因って何なんですかね。ED の原因っていうのは大きく2つあって、あのいわゆる、ね、生活習慣病と言われるものでが1つですね。それと、まあ、さっき言われたようにこう、まあ、男性更年期障害っていうのも大きく2つありますよね。まあ、生活習慣病というと、まあ糖尿病とか高血圧とか、高脂血症とかですね、そういうもので、まあ、末梢 の血管の血流が悪くなることで、あのED が起こるっていうことなんですね。で、あのこういう場合はあの性欲はあるのに、あの、まあ、勃起しないというかですね、そういうことですよね。で、あの2番目 その男性更年期障害っていうことはですね、男性ホルモンの一つのテストステロンっていうものが減少してくることで起こるみたいなんですけれども、まあ、女性の更年期っていうのは、まあ、45歳から55歳、だいたい平均した閉経の年齢が、まあ、50歳ぐらいなんですけれども、大体だから45から55の10年間ぐらいが更年期っていうふうに女性の場合は言われてるんですけど、男性の場合はその男性ホルモンが減少していくっていうのは本当に個人差があるみたいで、まあ早い人だともう30代40代から、らしいんです。こんな早くから、はい、まあ大体40代から緩やかに
男性ホルモンが減っていくみたいなんですよね、うん、で本当にその個人差があるので全く それを感じない人もいれば、うん、ちょっと無気力になったり鬱になったりとか、うん、そういう人もいらっしゃるということで、その更年期によるものは性欲が、まあ、減少するっていうか、うん、なくなってくることによる勃起しないっていうね、うんうん、ED になるっていうか、そういうことがあるみたいです。なるほど。やっぱりその末梢とその先の先端のところまで血液がいかないってさっきおっしゃってましたよね。糖尿とかになると高血圧もそうなんですか？そうですね、はい、結局その生活習慣病っていうのはまあ、人ってその血管とともに老いるっていうか、うん、そっかそっかそっか、潤滑してますよね、いろんなところに、はいはい、だからそういうことで血圧が高いっていうことはやっぱりその心臓に負担がかかってるとか、こういったことなので、血圧が高い方っていうのは血管がね、うん、やっぱり老化しているっていうか、そういうこと関係あると思いますよね、はい、なるほど。じゃあ糖尿って今日本人が増えてきた病気だっていうふうにちょっと聞いたことがあるんですね、うん、で糖尿の方ってじゃあ、まあ、下半身がちょっとこうこんななよってか、ちょっとこうね、水分が失ったキュウリみたい、ちょっとなんかお下品ですねみたいになってる可能性があるってことなんですね。あ、そう、私もそう、まあ専門じゃないので詳しくは、はい、あれなんですけれども、はい、なんかそうですよね、うん、そっか、そういう原因がやっぱ生活習慣だから、その年を取るにつれて、まあ、筋力もね失われてくると思うんですよ。男性とかももちろんね筋肉ですから、下半身もね、下半身もねって、うん、筋肉ですから。なるほどね。じゃあなるべくそのずっと元気にいるためには、下半身含めてね、元気でいるためにはやっぱりその糖尿病や生活習慣病にならないために、そっちの努力をした方がいいということかもしれないですね。下半身が元気になるっていうのは。そうですね、下半身をねもうガンガン叩いて鍛えてる人もいるみたいなんですけども、なんかそうですね、なんかねいるらしいんですよ、男友達が聞いたんですけど。でも、ね、そういうことじゃなくて、やっぱりね、その病気、その血液、血管を強くするっていうことが下半身をこううーんってする元になりますよね。そうですね、うん、血管を 若々しくしなやかに保つっていうことが、まあ、結局は大切なことだと思います。じゃああれか、なんだ、血管年齢とか調べるのあるじゃないですか。あれ血管年齢調べたら、なんか下半身の年齢もなんかバレるみたいな感じになるのかな。ちょっとね、誰か捕まえて、うちの旦那捕まえて、血管年齢測りに行こうみたいな感じで言って、あ、ちょっと、まあいいや。で、男性がその ED、まあ、さっきちょっと触れましたよね、 ED にならないために何をするっていうことは、さっき言ったその生活習慣病とか糖尿病とか、うん、いわゆる血管を若々しくするために、そっち系を頑張ればいいよっていう話ですね。そうですね、それと、うん、あと、まあ、男性更年期の、まあ、特徴としての精神症状ですよね。心を健康に保つっていうことがやっぱり大切になってくるので、うん、まあ、ストレスをためないような生活をするっていうことも大切かなって思いますよね、うんうんうん、でもそこって一番難しいとこだよね。なんかストレスを感じてないと思っててもストレス感じてたりするし、うんうん、例えば奥さんも40、50とかになったら、私の YouTube のコメント欄とかにも書いてあるんですよ、うん、そもそもが男が不倫をするとか浮気をする原因は奥さんと子供にもあるんじゃないかという男性の意見もあってですね、うん、まあ、もちろん私たち奥さんもねとかも、やっぱそこのところは反省しないといけない点でもあるんですよね。なんかやっぱりね、愛っていうのは3年でもうなんかなくなっちゃうから、情に変わっちゃうじゃないですか。そうすると、うん、なんかちょっとやっぱり女の人っていうのはね、ちょっとまあずうずうしく厚かましくなったりとかしますからね。でそういうのを私たち女性はこう話すことによって、私のようにベタ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 話すことによってストレス解消できるけど、男の人って解消できないからね。そうベタベタ喋る人はいますけど、さんまさんみたいにね、じゃない人が多いので、そこはちょっとね、私たち奥様もということで、じゃあ私たち奥さんができる対処っていうのは、
なんかこう考えることって何かありますか？そうですね、まあご主人の様子を見守ることって大切だと思うんですよね、うんうん、男性更年期の場合は初めの頃初期は本人が症状を自覚してないこともあって、そうですね、家族から見てなんとなく元気がないなとか、うんうん、いつもイライラしてるとか、うんうんうん、頑固になったなとかですね、そういうふうに様子が伺えるみたいなんですよ、うん、で、まあ、慢性的な肩こりとか、うん、腰痛とか、うん、背中の痛みなんかが続いてるような場合とかですね、そういう場合も、うん、まあ、更年期かもしれないなっていうふうに奥様でご主人を見守ってこう様子を伺っていただけるといいんじゃないかと思います。で、あと、まあ、食事なんかを気をつけていただきたいのは、うんうん、まあ、男性ホルモンですね、テストステロンを高める食品としては、まあ、タンパク質、うん、あと脂質の良い脂肪、うん、で、あと抗酸化作用を持つ食品、うん、昔から、まあ、競争効果のある高麗人参とか山芋とか、うん、あと油の、うん、あと油の少ない赤身の肉とかですね、うん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 、納豆や玉ねぎ、うん、ブロッコリーとかアボカドとかごまとかですね、うん、まあ、血管をしなやかに保つ食品って調べてもらったら出てくると思いますけれども、そういったものを食事の中に取り入れていかれるといいんじゃないかなと思います。なるほど、血管ですね。はい、旦那さんの下半身を元気にするのは血管の若さを保つ、うんうん、この食品を旦那様でもね、その血管下半身が元気になった男の人ってね、なんか俺はまだまだやれるんだっつってな、当たり散らしてもなんかあちこちピン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 やる人もいるからね、そこのところはやっぱり私たちも女性も魅力を磨かないといけないってことですよね。なるほど、食事ね、そのほらタンパク質ってさっきおっしゃったと思うんですけども、植物性タンパク質と動物性タンパク質ってあると思うんですが、はい、どちらの方が、いいのかな。いや、どっちもバランスよく食べることだと思いますね。だから年を取ったからといって、じゃあもうその動物性タンパク質はいらないとかっていうことじゃなくって、うんうん、動物性タンパク質も植物性タンパク質もバランスよく取ることが大事。ただそうですね、霜降りとかでももう油ギトギトとか、うん、食べれない、うんうん、そういうその油もですね、なるべくこう、まあ、質の良い油を取るようにされた方がいいんじゃないのかなって、まあ、これも私専門じゃないのであれなんですけれども、うん、調べたらね、検索かけたら、うん、思いますけど、そういう食事を取られたらいいんじゃないのかなっていうふうに私は思います。なるほど、なかなかね、その私たちを妻側も旦那さんがED、 まさか ED なんていうのは、まあね、それは医療関係じゃないとわからないですもんね。なんか断られた、なんか私を拒否されたのかなっていうふうに感じるし、旦那さんは旦那さんで俺は ED なんだよごめんなみたいなことは言えないからね。そこを察する能力っていうのは私たち女性はすごく長けてると思うので、旦那さんがもし断ったらね、ちょっとタンパク質をとか今言われた食事をちょっと血管を元気にしてあげようとかいうふうに思うとことも大事かもしれないですね。男の人の自信をね、男の人ってやっぱプライドの生き物だから、そこはちょっと意識していきたいなって今日お話を聞いて思いました。うんうんうん、ということで今日はですね、夫が ED になる原因を聞いてみたということで、助産師資格もあって泌尿器内科の看護師でもある恵子さんにお話をお聞きしました。恵子さん、本当に今日は、詳しい話いろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと皆さん、ED に旦那さんがならないようにね、自信を失ったら、その自信をどこへ取り戻しに行くかって言ったら、まあ、別の動画でもありますけども、男の人たちは外の女で試しに行くので、そうならないためにも私たち奥さんというのは奥さん力を発揮していきたいと思います。はい、ではありがとうございました。ではでは、皆様チャンネル登録コメントお願いします。それではまた。